久保さん、久保さん。いやー、まあ、結論言うとですね、まあ、レベルが低い人がいるから稼げるっていう。<laughs> 僕はね、情報商材屋、まあ、テーマね、情報商材屋にしましょう。情報商材屋として、まあ、15年ですかね、まあ、毎月商品も売ってるんですけど、僕は感じたことがありまして、あー、なんだ、あ、結局、 まあ言葉汚いかもしれないですしまあなんだあいろんな捉え方する人いるかもしれないですけど情弱の人がいるから情報商材っていうのが売れる僕はもうその極論に行き着きましたねだから逆に言うと情弱がいるから僕は生きられるんだっていう逆にみんなが IT リテラシーバンバンあって考える力があって 行動バンバンしててこれがマストでね久保さんと同じレベルで行動してる人が全員だったら売れないですね、商品 <laughs> 久保さんに商品売れる自信ないですよ、僕まあ、その情報商材ごとですよで、<laughs> ねまあ、物販とかね、カメラとかね、なんかその旅行とかまあそういうのは久保さんに売れると思いますけど飯とかねだけど、情報を売るって久保さんに情報を売るって超難易度高いと思いますようん。 久保さんに、僕、速果塾作ったんですけど、つって。いや、俺やってるし、みたいなね <laughs>。かなり難しいと思いますね <laughs>。いや、あなたの速果塾よりお、こっちの速果塾の方がすごいよって話じゃないですか。まあ、その、お付き合いでね、あの、入るとかはあるかもしれないですよ。お付き合いでなんかね、お客さんのお付き合いとかわかんないですけど、まあ、ガチで売っていくっていうのは難しいと思いますね。うん。だから、まあ、 これが99%の人が結局、あのー、やっぱその日本って特にそうなんですけど、あその学校教育、小学校、中学校、大学、高校、大学の中で、お金の勉強、全くほぼないんですよねと、特に義務教育でお金の勉強なんかしないし、自分で稼ぐなんて勉強しないし、何を勉強するかっていうと、暗記なんですよね。公式を覚えるとか、句を覚えるとか、漢字を覚えるとか、暗記なんですよ。 だから、考えるんじゃなくて暗記していくんですよね、だからも,もはやその考えるっていうこのプロセスがないんですよで、なんでこの教育になったのかっていうと、歴史をひも解くと、日本が敗戦国になったっていうのがあって、日本を強くしたくないっていうその教育ですよね、<laughs> 考えさせない教育かっていうのがベースとしてあるんじゃないかなっていうところが僕の見解です、確か多分そうだと思うんですよね。 うん、あと牛乳を飲ま,飲まらすのも弱らせるみたいなね <laughs> まあそういうね都市伝説の話もありますしそうまあこれねでももう科学的っていうかまああんまだ出せない部分ありますからね牛乳売ってるところも利権とかなんかいろいろ大人の事情もあるんだろうからあれですけど牛乳飲んでもそんなにその <laughs> まあ僕が聞いた話ですけど牛のね その父を飲んで人間に取り入れてその牛のカルシウムを人間が吸収できるまでにためなんかそのめ免疫というかその抗体ができるのに何十年もかかるみたいな話を聞いたんですけどうん <laughs> そうなんでまあねだからまあこれからどう生きていか,い,けいかなければいけないのかっていうとやっぱ今までの常識を疑うということですね だ僕も牛乳飲むだから昔までは、ね、牛乳飲むとせいなんか身長伸びるっていう話だったじゃないですか,なんか身長伸,びたい伸ばしたいんだったら牛乳飲めとなんかそんな感じだったじゃないですかだからめっちゃ牛乳飲んでて、まあ、あの下痢してたんですけど下痢してましたね下痢してまで牛乳飲んでた記憶があるんですけど今ね全く牛乳飲まないですね僕一切うんまあ今は飲むとしたら豆乳ですね牛乳じゃなくて豆乳になりました あとヨーグル、ヨーグルトとかね。まあ、そういう感じですかね。牛乳は飲まないですね、もう。うん。まあ、これ今はもう、情報発信時代なんで、ちょっと牛乳に対しての情報っていうのはだいぶ出てきてますけど、まあ、ちょっと大人の事情でね、あんまり公にできない部分あると思うんですけど。うん。まあ、そんな感じで常識を疑えってことですね。うん。だから、まあ、あのー、 そうは言ってもあ、やっぱ自分で考える力がないわけなんで、だからこれ、自分でその常識を疑って独学で学ぶのか、それとも他人に教わるか、この2曲しかないと思います。もう一度言いますね。常識を疑うじゃないですか。疑ったらそ、じゃあそこに対して勉強していかないといけないですねで。そこに対して自分で独学でやるのか、人に教わるのか、この2曲しかなくないですかで。どっちがいいですかって話で。だから自分で独学で学ぶんだったら、独学で学べる環境はあるし。 で自分でできないんだったら、速下塾に入ればいいだろうし、まあ、僕の塾に入ってもいいですし、僕の塾は高いですけど、だから安い速下塾に入っていただいていいんじゃないかなっていうところですね。うん。はい。ということで、いってらっしゃい。